はい、えー、どうも、イケメン仮面ライダーくんです。えー、昨日の、えー、仮面ライダーゴーストの放送は、五右衛門魂でしたね。で、来週は、えー、龍馬魂ですね。ちょっとあのー、でん、電波がね、なんかアランがほら止めちゃったじゃん。電波障害で。で、そしたらね、あのー、この、なんだっけ、なんとかガンマ。なんだっけ、こいつ。あ、このプラネットガンマがね、 宇宙まで飛んでいくことができるガンマで、頭はヘルメットをかぶっている。<laughs> で、これがね、今持ってる。フーディーに龍馬。あと、フーディーに来週の23日買うから。フーディーにアイコン。で、これが謎の男、アランのお兄さん。 ガンマの世界でアランがあった謎の男アデル。アデルはどうやらアランのお兄さんらしい何かを企んでる。こいつ入れよ。ガンマだよ、これ。こいつ。ガンマの親,親分だよ。わかった親分。